姫路はお城だけではない。姫路の魅力を再発見すべくお城を飛び出し旅に出るお姫様。さて今回はどんな思いがけない出会いに、そして景色に巡り合うのでしょうか。今回の旅姫は最近百人一首にハマっている浜口愛子ちゃん。そんな彼女が癒される時は、生後3ヶ月の甥っ子が私を見て笑顔になってくれる時が癒されます。今回ご紹介するのはたびたび姫路に掲載されている癒しの旅。まず旅姫が訪れたのは奥播磨かかしの里がある安富町。安富町は美しい川の流れと季節によって移り変わる山々の景色が美しい自然に恵まれたところ。穏やかな里山の景色が心を癒してくれます。すごくのどかなところで癒されますね。こちらに住んでいらっしゃる方ですか？こちらに住んでいらっしゃる方ですか？こちらに住んでら…人ではなく人形でした。これも人形、これも人形。大変大変。家の中もなぜこんなにたくさんの人形がいるんでしょうか。もしかしたら悪い妖精の魔法で町の人が人形にされてしまったのかも。これは癒しの旅どころじゃないです。事件ですよ。これ私が作ったんです。人形が喋った。旅姫落ち着いて。ここ安富町関地区はかかしの村人が旅人を迎えてくれる不思議なかかしの里なのです。この人形たちはカカシだったんですね。カカシなんです。びっくりしました、はいはい。これどうしてカカシをこう作り始められたんですか？今はね、定年後こういう活動してるんですけど、はい、まだ会社勤務時代に、ある地方に転勤してまして、そこの山奥の集落で人間そっくりのカカシを見かけましてね、はい、でこれは絶対に受けると。で自分も、体が自由になったらぜひ田舎でこのかかしを置いてかかしの里づくりをやろうと、もうその時から思ってました。この風景ありますよね、はい、この風景の中だったらどういうかかしを置いたら合うかというふうに考えて、はい、それに合うかかしを作るというふうにやってます、ね、確かにこの風景とすごい合ってますよね、うん、そうですね。この村ね、実は本当 の村人といわれる人間は15名しか、はい、おられないんですよ、はい、その中に130体のカカシがありますから、もう大部分動かないです。本当に動く人を見かけたらラッキーという感じ。そこでこだわりのカカシを教えていただきました。この建物がまずその一つなんですけどもね、はい、もう30年近く空き家になっていて、前には綺麗な畑があったりして、うん、秋はコスモス、はい、から春は菜の花を年間のローテーションで咲くように、建物と畑と一体でかかしの展示スペースにしてます。野外に畑仕事をしているかかしというのはいっぱいいるんですけれども、それだけじゃなくて、建物の中に着物を着て、家の人がくつろいでいると、もうそういう雰囲気のかかしもありだということで、縁側のところでミシン、もうこれも古いミシンなんですけれども、こういう建物があるんであればミシンなんかがあったらいいですよねということで、ある方から提供してもらったり。ここにある小物たちは全部揃えられてるんですか、はい、提供していただいたものとか。実は大部分がいただいたものばっかりです。この糸車なんかもそういただきます。これ糸車提供いただいたものをうまく活用させていただいております。次のかかしスポットはツタに覆われた今は使われていない廃屋。自然に色が変わるツタとかかしとの共演です。続いて案内していただいたのは、うわ、すごいたくさんいますね、かかし。うわ、
実はあの教室の今日は参観日という設定でして、懐かしい、子供たちはみんな勉強してるとは思えないような格好ばっかりをしてると、ちょっとふざけてますね、はい、立たされてる子もいる、はい、で、そこでは居眠りしてるのを後ろ、あの前の子がおせっかいで叩いて起こそうとしてるとか、真面目な女の子ですね、はい、でよくあれで後ろでバタンと倒れたとかいう経験ありますよね、あります。それをやってるとか、みんなそれぞれ昔、あ、そういやこんなことをやってたねというのをここで再現している。かつて見たことがある懐かしい場面を再現してくれるかかしたち、温かい表情を見ると癒されます。ここかかしの里はまさにインスタ映え天国。普段見慣れない景色の中、かかしと記念撮影。おや、こちらはかかし学校に転校してきた旅姫。荷車を押してかかしを助ける旅姫。疲れてかかしと一休み。皆さんもいろんなかかしを見つけてくださいね。そして安富町は柚子の産地でもあります。11月から12月上旬までは柚子の収穫期。うわー、すごい量です ね。全体でだいたい何本ぐらいありますか？このうちは300本余りやってます。1本で成木になったらね、だいたい40キロになります。キロ8個ほどなんです。1キロ8個、で320個ね。いやー、すごい。ここの畑全部で今年は10トンから12トンまでぐらいになると思います。これ葉っぱたくさんついてても大丈夫ですか？はい、はい、そうですね。あ、結構皮がしっかりしてますね、はい、もうこれぐらいの硬さでなかったら、はい、やっぱ保存が効きません。あー、すごいいい香り。大きな柚子が目印の安富柚子工房では、新鮮な柚子を使ったさまざまな加工品を製造販売しています。これあの柚子組合で一番最初に作ったシナモンですね。絞った果汁、それをちょっとあの薄めまして、シロップを入れて甘くしてます。冬になりますとこれを温めて温かくしても飲めます。あ、美味しい。美味しいでしょ。すごいすっきりしてますね、はい、あのあんまりこうあんまり甘くない柚子の渋みというか、はい、ないですね、渋みが、はい、あのこれ柚子大福なんですけども、はい、美味しそう。これあの白あん、あんにね柚子の果汁を混ぜてそして作ったんですけども、この皮の部分ですね、はい、ここにちょっとあの黄色く見えるでしょ。これ柚子の皮を小さくあのみじん切りにして、はい、新しくこう始めたんです。うん、柔らかい。柔らかいでしょ。しっかりこう柚子の香りがしますね。そうそう、味があんまり甘すぎないですね。そうなんです、あっさりした甘みでね、はい、他にも柚子のマーマレードなどたくさんの柚子商品、安富町に行ったら絶対買って帰ろうっと。続いて旅姫が訪れたのは姫路城から西へおよそ1キロのところにある名古屋霊園。名古屋霊園は公営の墓地公園。春には桜やツツジ、秋は紅葉など四季の移ろいが楽しめる場所として市民や観光客に親しまれています。公園の中央には1960年に建てられた高さ 36.7メートルの白亜の仏舎利塔があり、異国情緒を醸し出しています。仏舎利塔の中は荘厳な仏教芸術に触れることができる空間が広がります。神聖な空気が張り詰める仏舎利塔中央には工芸の粋を凝らした金色の二重屋根六角正面の仏舎利殿が鎮座します。
観もですけど中もすごい日本風じゃないというか、はい、すごいキラキラしててまた違いますね。そうですね、まあ、この中の装飾を行うだけでも3年ぐらいかかったというふうに聞いてます。はい、どうしてあの姫路に作られたんですか？昭和の29年になるんですけど、日本とインドの友好とそれから世界平和の祈りを込めて、インドのネイル首相の方から姫路の方に仏舎が送られまして、それを機にこの仏舎塔が建てられたと。で、塔の一番てっぺんにコタっていう飾りが実は備え付けられてるんですけど、実はスリランカから送っていただいたもので、高さが2メーター以上ある、重さ400キロぐらいある飾りなんですけど、はい、それが実はこの頂上に備え付けられています。島内に配置された座像をめぐることで日本仏教の足跡をたどることもできます。仏教を国の宗教として定め、日本に初めて仏教を広めた聖徳太子をはじめとする各宗派の開祖の座像が並んでいます。そしてここから眺める姫路城も格別。姫路城十景に選ばれたこの景色、市街地の中でそびえ立つ姿が立体的に迫ります。癒しの旅最後に訪れる場所はパワースポットとしても知られる癒しの空間、広峰山の山頂にある広峰神社。奈良時代末期、吉備の真吉備が中国唐から帰国した際に神託を受けて社殿を建立したと伝えられています。こちらでは旧姓参りというちょっと変わったお参りがあります。生まれた年によって決まっている運命星を表すお祓いの時に見かける御幣を持って本殿を参ります。続いて旧姓の運命星を守護する神々が鎮座する本殿の裏に回ります。そして願い事を書いたお札を自分の運命星の穴に入れて祈願します。私は六白金星なのでこちらに願い事を入れます。ここで穴に向かって願い事を三度ささやくのが古来の風習となっています。さて旅姫は何をお願いしたの？私の願い事は来年も家族みんなで健康で幸せにいられますようにです。広峰山からは姫路市内を一望できる夜景が最高、ロマンチックな景色が広がります。綺麗。普段感じることのできないのどかな里山、そして荘厳な空気が漂う空間、心と体を思う存分解放して癒される時間を過ごしてみてください。今回旅姫が訪れたのは極播磨かかしの里。1月にはかかしのひな祭りも開催されます。今が旬、新鮮な柚子の商品が並ぶ安富柚子工房、心洗われる仏教芸術を目の当たりにする名古屋霊園、歴史あるパワースポットで祈願成就、広峰神社。今回ご紹介した旅はたびたび姫路に掲載されていますので、皆さんもこれを見て姫路を再発見する旅に出てくださいね。